皆さんこんこにちは日本をかっこよく結び大学でございますのテーマっていうのはまさに日本をかっこよくっていうことで日本をかっこよくっていうのはどういうことかといえば日本の正常化である。で日本を正常化するためにはどうすればいいのかといえば、まあ、政,治政治を変えるとか教育を変えるとかいろんな議論がありますけれども結局のところ先日詰めれば人の正常化にあるんではなかろうかと。 で人を正常化するということは何かといえばこれは責任,を責任の自覚一人一人が自分,あの自分の行いについてちゃんと責任を持って行動することができるまあそういう社会の実現ということになってくると思うんですよね。これは人々が変わらなければ日本という国が変わらないということにもなってくるわけでして厳しいこと申し上げるようなんですけども結局のところ民衆が変わらなければ日本という国は変わっていかないというふうに思います。そういうい中におきましてまあ日本人の 責任性というものの根幹にあるのが実は日本におけるこの忠義とは何かという話になってくるわけなんですけれども、まあ、これをお話申し上げるのにあたりまして、えー、選びましたテーマがずばりこの弁慶の勧進帳なんですけれどもあの武蔵坊弁慶といいまして源義経の古文でまあ大変に大柄でですねめちゃめちゃ強い。 いわゆる僧兵ですねお坊さんなんだけど鎧を着ていて頭にこう、まあ、ターバンみたいなものが <laughs> 今だとターバンって言わなくちゃいけないのかだから困っちゃいますけどもその白い布をねこう巻きましてねで大苗の玉をデンと持ってでとにもかくにめちゃくちゃ強いだから言ってみればもうジャイアント馬場がですね現役時代のアントニオ猪木が小柄な勇姿勢の,のこう古文についてるといったような、まあ、そんなような存在ということになります。 実際に関してはかなり疑わしいとされておりましておそらく「えー、義兄記」といいまして源義経のことを書いたあの南北朝時代ぐらいの、えー、もともとはあの物語といいますか語りですよね、えー、それが、まあ、後に、えー、文字になりまして、えーまあ、小説化されていったりもするわけなんですけど、まあその前にやっぱり何もこの義兄記源義経という人物をもうとにもかくにもメジャーにしていたっていうのはやっぱりなんだかによって江戸時代の歌舞伎 これがまあ言ってみれば一つの講師といえるものであったんではなかろうかというふうに思います。でこの歌舞伎の中でもですねもう定番中の定番というのがこの「弁慶の勧進帳」というこの演劇でございまして、えーこ,まあ、この弁慶の勧進帳の演技があまりにも素晴らしいということで歌舞伎の市川一座というのが大変な人気を博するようになっていったとこれがまあ江戸時代の中頃のお話であります。 以来ずっとですね現代に至りますまで、えー、歌舞伎の名場面もうこの「この弁慶の勧進帳」っていうのは本当に名場面につく名場面なんです。もう名場面が出て「いやっいやっいって「いやっ!」とかってこう声をかけるじゃないですか。でわわっと盛り上がったと思ったらまた次の画面でまたブワーっとこう名場面がこう登場するというね、まあ、そういう素晴らしい場面の連続の中にこの「弁慶の勧進帳」がある。し、まあ、いまして昔はですね 弁慶の勧進帳の出し物があるということになりますと歌舞伎小屋の前にに行列がででできたたたいいうぐらいまあ大変に人気をされた物語ああったわけであります弁慶の勧進帳って名前はね聞いたことあるんだけれどもじゃあ具体的にその話の中身とかストーリーってどういうものなんだろうかってまあこうなってきますとあまりご存知の方も多くないっていうことで。 まずあの初めに簡単にあらすじを申し上げていこうと思うんですけども源頼朝があ京の都にいる源義経に向けまして伐の軍勢を差し向ける源義経は静御前を連れてです、ね、京の都を脱出して九州に向かおうとするけれども途中で嵐に遭ってしまってで吉野の山を越えて平泉に向かおうとするんだけれどもそこで。 女、えー、人禁制ということがありまして愛する静御前と別れを告げて弁慶と<あ>わずかな友回りを連れて吉野の山を越えてそこからそのまま東海道を進んでしまいますとやっぱり見つかりやすい、まあ、鎌倉を通らなければいけないということになりますので吉野一行は日本海側を回って平泉の方に向かおうとすするわけですねこの時に「あたかの関」って言いましてねこれはあのー、石川県の今小松市あの小松空港ってあるじゃないですか。 あそこら辺にありました石書なんですけれどもまあそちらの方を通って平泉方面に向かって行こうとするということでありますで、この吉常を何としても逮捕しなければならないという、えー、源頼朝川つまり鎌倉方ですねこちらの方はさまざまな街道筋に石書を設けるんですこの石書これを設けましてで、えー、吉常を発見しようとするわけですね吉常一行は必ず変装しているに違いない その変装を見事に見破って義経を捕まえて鎌倉まで連行してこいというのがこれが鎌倉幕府の原名となっていたわけであります、まあ、その関所の中の一つ先ほど申し上げました石川県小松市の安宅の関加賀の国の安宅の関といいますねそこに義経の一行が差し掛かりました時にその関所の関森、まあ、守り人の、まあ、後年でいうとお奉行のようなものその関森に 富樫左衛門といいう人物がいましたこの富樫左衛門は関町を通ろうとする山伏の一行この山伏の一行がもしや変装をした義経の一行ではないかと、まあ、このように見るわけです。そこの,ものを待てようにして、まあ、そこでこう止めるわけですね。でこれに対しまして弁慶がですね「いやいやそうではござらぬ。 私どもは東大寺修復のための寄付を募るこの肝心をしている山伏でございますこれは服装は山伏の格好をしているわけですよ。うん、山伏っていうのは修験道のね主験者のような格好をしているわけですけれどもこれはなぜこのような格好をして全国を回っているかというと東大寺の修復そのための肝心というのはこれはあの寄付を集めることですね。そのの寄付集めの旅をしているところでありますと このそうしますとこの昔は寄付っていうのは、えー、寄付をしますとねそうするとその寄付をしてくれた方について全部この巻物にですね名前を書いたんですね要するにど何のタレベえさんが寄付をしてくれたっていうことをちゃんと明らかにするそしてそのその方のお名前も一緒にちゃんとですね、えー、まあ東大寺の,あの修復であれば東大寺の,その本殿の中にきちんとそれを納めする。つまり えー、そこで寄信をした方というのは、ずっと仏様に守っていただくことができる。まあ、そういうのは、まあ、考え方があったわけです。まあ、そこで、この富樫左衛門が言うわけですね。うん、肝心のためとはあらば、肝心帳を持っているであろう。ならば、それをそ,こその場で読んでみせよ。このように言うわけです。弁慶はここで、たまたま持っていた白紙の巻物。何も書いてない巻、巻物。これを出しまして、ね、懐から。 出しまして見事にこうザっと巻物を広げますと何のタレべ何の何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 五万っていうまこうずっと読み上げていくわけです。これがまあいわゆる肝心帳の読み上げというシーンでございましてこの弁慶がずっとこう名前を何の何の何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 って読んでいくところでもう関係者たちがわー よっべけーみたいな調子でこう、まあ、声が上がってきて歌舞伎がもう一層盛り上がってくるということになるわけでありますね。まあ、読み上げたとは言っても関森の奉行の一段高いところから見ればこのバッと広げた勧進帳がですね見えるんだけれどもあくまでもちゃん,と読んでるここでですねこの富樫左衛門が面白いことを言うんです。うん よろしいわかったならば山伏の心得はいかなるものであるのかまた山伏には秘密の呪文があると聞くそれを述べてみようとこのように言うわけです、ね、要するに偽のお坊さんじゃないか偽の山伏じゃないかということをまあ、疑って質問しているように見せかけるわけですでこの一つ一ついろんな具体的な質問を富樫が行うんですけどもこれに対して弁慶がよどみなく答えていく これが山伏問答のシーンになりますで実はですねこのシーンっていうのは非常に面白いとあの本当に日本的なところがありまして先ほど申し上げました通りこの巻物読んでるもう読んでる最中に巻物が広紙が広がっていますから何も書いてないって分かるわけですよ、ね。何も書いてないって見えてるわけですよ。で関所の他の番人たちこの富樫左衛門の部下たちもみんな見てるわけですよね。そのみんな部下たちが見てる前で おいなんだあれ白紙じゃねえかよおい俺字字書いてあるかお前お前見えるかおえ見えねえお前見えるいやわしも見えねえでもあれ書いてねえよなでも,でもさしっかり読んでるじゃんうん読んでる読んでるってことは俺目が悪くなったのかななんていうまあそんな状態になってるわけですよで戸橋も戸橋左衛門も白紙であるって分かってるわけですつまり そこで読み上げているのが武蔵坊弁慶でありその弁慶のすぐ脇にいる小柄な山伏、ね、若い山伏が源義経であるということを見破ってるわけですよ。見破っているんだけれどもね見破っているんだけれどもそこが義経逮捕せようとかっていうことにしてはいけないと思ってるわけです。どうしようかなってまだ迷ってるわけです。そこで山伏に関するさまざまな質問をぶつけてるわけです。これに対して弁慶がよどみなく答える 周りの人たちはあならば本物の山伏かもしれない吉経殿の一行とは違うかもしれないってこうざわついてくるわけですね。でそういう中にありまして一つ一つの質問に対して堂々と答えるその弁慶の姿に心を打たれるわけです。でも富樫の部下の一人がですね「殿あれに控えております小柄な男」。 あの者が輸出することではございませんのかならば今すぐ逮捕いたしたいと思いますがいかがいたしましょうもうこういうふうに言ってくるわけです部下がもう気がついてしまってるわけですそうなってくると富樫もこれを無視するわけにいかないんですで富樫が言うんです弁慶に一応弁慶の側は弁慶がリーダーみたいな形で演技してるわけですからこの弁慶に対して問うんですそこの者っ 横にいる小柄な者、世のや源の義経などではあるまいな。このように聞くわけですね。で、すると、ここで弁慶、ね、弁慶が矢庭にその小柄な男を、えい、ー、お前がグズだから怪しまれるのだ。なんとする、なんとすることか。無事に通ると思うたに、お前がグズだからこのようなことになる。えい、ー、ケン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 。 持っていた混合杖って言いた杖ますあのこれ山伏が持つ杖なんですけれども山歩きするときに使うまあつ杖なんですがあの普通はですねやっぱり持ってたら軽い方がいいですからところが弁慶は大男の力持ちですから硬い木でこの金剛杖を作りましてなおかつあの上にはもうシャリンシャリンとなる鈴がつき。 下はもうちゃんと鉄で補強してるわけですこの硬い混合杖でそこの小さい男をもうビシッビシッと打ち据えるわけですこれでね殴られますとね痛いですよそれは痛いもしそれが本物の弁慶と義経であるならば義経がが上司弁慶はその部下ですよね部下が家来が主君を棒でイエイエイなんて殴りつけるなんていうことはこれ ありえないことじゃないですかそこまでして主君である源のゆを守り通そうとする弁慶のえいえいとこの金剛勢を振るっている姿に戸橋は心を動かされるんですなんと主君思いの男かそして黙って打たれている ピシッピシッと打たれているヨシスネも弁慶を心から信頼しているから黙って打たれているわけですなんと強い始終の絆かこれぞまさに武士の鏡ではないかこのように思った戸賀斎門はえいもうよいもうよいほっ、席を通ってよろしい ここで石書の通貨を許可するわけです石書の通貨を許可したということはまず第一に源頼朝からつまり鎌倉方からの恩賞義経を捕まえたものは莫大な恩賞に授かるということになってるんです今で言ったらですよ宝くじの一等賞の権をもらえるようなもんなんですよね、一億作って使ってもまだ 昔は1億使ってもまだ2億って言いましたけど今は1億使ってもまだ4億とか言いますよねその宝くじの当たり券をもらうようなもんなんですよ捕まえればねそれを全部放棄するということにもなるしかも2つ目の問題関森として職務違反でしょ知って出店で通すんだからそれでも富樫は義経一行の通行を許可するわけですそして同時に 自分がそこに通ったものが源の義子であるということに気がついたということを周囲に悟らせないように振る舞うんです。なぜならば知っていて通したということ,いうことが分かれば知られた富樫自分だけでなくねそこで主君を金剛勢でエイ「えいえい」と打ちつけた弁慶の名誉を傷つけることになるそこまでちゃんと考えてるんです。 通ってよしと言われた弁慶の方もこの戸賀氏の心遣いに気がつかないふりをしていますは、ありがとうございますと言ってそのままおい行くぞと言ってこう関庁を通過していくわけですそこであバレているのに通してくださるんですかいやいやいやありがとうございますなんてこんなことやったらそしたらこの戸賀氏裁門の立場を失わせることになるんです弁慶と とかで衛門はお互いに目と目だけで分かり合うんです。じっと目を見て、この間ね、歌舞伎って基本的に想像しいじゃないですか。あい,いよい,いよ、カッポンカッポンとかってやるでしょ。このやり取りの間だけは歌舞伎のその演奏が全部止むんです。ずっと無音なんです。しん,しんと静まり返った中のこの緊張感の中で無言で。 というのがこうある。そしてこのあ最後最後のシーンというのが弁慶が花道を立ち去っていくんですね。この時にドン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 とこう足音を立てながら弁慶が進んでいくんですけどもこの間もやっぱり一切りもがない静かななますしんとしんと静まった中をドン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 と弁慶が進んでいくこのドスンドスンドスンという足音の響きが だん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 だだだんんん遠ざかりにつれて観客がもう我慢しきれなくなって「よっ勉強うわー!」とこう <laughs> 拍手喝采が湧き上がるっていうのが、まあ、この、えー、緊迫感とお、まあ、歌舞伎のね、まあ、面白いところ、まあ、観客と、えー、役者が本当に一体化していくというところなんだろうなというふうに思います。まああのーまあ、こういういのの読み上げのシーンですとか あるいは山節問答におけるる弁弁慶の雄弁ですとかあるいは義経の正体が見破られそうになった時になった時のこの旋律感緊張感そして弁慶がもう心を鬼にして心で涙をポロポロ流しながら「申し訳ない申し訳ない」と思いながら義経を杖で打ちつけていくそのシーン、まあ、最後去っていく時のこのまったシーン、まあ、それらのシーンのそれぞれがもう本当に見せ場の連続ということで来来。 歌舞伎の中で特にこの弁慶の肝心調というのは人気があるもちろんね物語自体はあお芝居によって脚色されたこれはフィクションですねいわゆる想像上の物語ということになりますただですねこの戸橋細門という人物は実は実際の人物なんです歌舞伎の中では戸橋細門という名前で出てくるんですけれども本名が戸橋康家と言いましてね実は木曽義永との戦いの時に 平リが率いている大軍と加賀越中の国国境の栗原峠ここで栗原峠の戦いというのがあるんですねここでまあ有名な牛の角に夜ですね牛の角牛って角が生えてるじゃないですかこの牛の角に松明を結びつけて敵陣に向けてたくさんの牛を一斉に走らせるそれはもうあの松明をつけて牛がドドドドド,ド,ドンってこう敵陣に行くわけですからもうまあ敵はびっくりするわけですよね。こういういをかけまして 木曽義仲の軍を大勝利に導いた、まあ、つまり平家の軍勢をやっつけたっていうこの時の大将つまりこの牛の角に松明をつけてで平盛の,の大軍を打ち破るというこの戦いを指揮したのが実はこの戸賀氏安家なんですねこの時に木曽義仲の部下として平家を討ったということで、まあ、大変な軍功があるということで加賀の国の守護に任じられるというふうに出世していくんですね。 この守護大名となっていったっていうことにつきましては、まあ、その前にこのあたかの関の事件があったというふうにまあ物語では書いてるわけですけれどもやっぱりそういう男の腹がちゃんとわかる、まあ、そういう人物であったということが結局はこの富樫康家をして加賀の国の守護大名としていくという、まあ、大変な出世をさせていくというげきっかけを作っていった単に才覚があるだけではだめだと。 要するにそれなりの強胆というものがあり男の心が分かる、まあ、そういうふうなものでなければならないということであるわけですね。で実はこの物語の中に大変に日本的な忠義という概念が入っていま,すまずあの弁慶は自分の仕組君である源義経への忠義があるから富樫の前で堂々と勧進帳の読み上げをやってみたり。 あるいはあまあ問答に答えたり義経を一いたりしているわけですね。でこれは上司っていうものをまあ信頼していこうという、まあ、そういうこれであった時に部下でありながらも上司を杖で打ちつけるなんていうこともしていくそうすることによって一時的には自分が悪者になるかもしれないけれどもでも最終的に主君の命を救うことになるということであればやっぱりそれだけのことをしていくということであるわけですね。ももう一つ大切なものが これがむし富樫の戸の方の行動でございまして戸の行動というのは義経主従の大変立派な態度に心を打たれてで自分に与えられた任務鎌倉方から与えられている任務は義経を捕まえろということでしょ。この捕まえろという任務よりもこの義経主従の義経と弁慶のこの主従の真剣な 主従関係この者のにこの人としてのその堂々とした態度それに心を打たれて彼らの通行を許可したつまり自分が世の中の鎌倉方という一つの大きな機関組織の中の一つの駒として生きる道よりも富樫左衛門本名富樫康家は男として人としての道を選んだということなんです。だから まあちょっと古い言い方をしますとそういう富樫とそしてそういう弁慶であるからこそ二人は目と目で会話することができたこれはあの目と目で会話することをね「真を交わす」っていうんですけどもあのまあ古い言葉でねこれでまあ真を交わすっていいますけどもこれはあの真っていうのは国を見するとまことなんです。 まこととととををわわすす男と男と男のまここういうことが我が国ではとっても大切にされてきたということなんです。単純にねとにかく上から命令されてるんだから俺の仕事は義経逮捕することなんだからあそこに来たのは弁慶と義経だね、えー、もうあのもう白紙の巻物かなんか使ってねなもう読み上げるふりしたって「ダーメダーメはい捕まえる」「関係ない」捕「捕まえる捕まえる」ってやっていくのがまあ 本来の職務であるわけですよでもね単に上の命令に服従して言われた通りのことをただ実行するだけだったらばバーカーでもできるんです。戸橋裁門は俺は俺男だという意識があるんです。だから上が何を言おうが俺は俺の価値観でやっていくよ。この強い意識があるわけです。単に上の命令聞くだけだったらばそれはただの奴隷じゃないですか。 命令を受けた時にその命令を自分なりの価値観で最終的にそうすることが鎌倉幕府のためにもなりまた多くの人々にとってもこれがもう素晴らしいものとして語り継がれていく誰に恥じなくても俺は俺の祖先の前で堂々と俺は俺なりに立派なことをしてきたんだと堂々と言ってのけることができるそういうことを判断し選択をしていくただ命令があるから実行しました まあ極端な話ボスから殺せって言われたからバンと言って殺しましたそんなものがねまあ同じようにこの白紙の巻物を使った物語としては悪穂浪士の物語の中で大石蔵之助がね江戸に向かう途中で、えー、本物のかき火転べと出会うシーンかなんかでねやっぱりまあその白紙の、えー、ものを出しましてねっていう、まあ、そんなふうなシーンがあったりしますけれども。 何度も申し上げますけれども物事に対してただ命令されたからということで反応するだけだったらばねこれパブロフの犬と同じなんですよ。パブロフの犬って聞いたことあると思うんです犬に餌を与えるときに必ずジリジリジリってベルを鳴らしてから餌を与えるベルを鳴らすジリジリジリ餌が出るジリジリジリ餌が出るそうすると犬はベルをジリジリジリって鳴らしただけでよだれをパタパタ流すようになってくる。 でそういうふうなこれはあの条件といますねでそういう、ね、その刺激を受けてベルを鳴らすという刺激を受けてただ反応する命令されたからただそのまま実行するそういうことであるならばこれ悪いけど犬でもできるってことです、ね、これ反応的行動っていいますこういうことを我々日本人は古来伝統的に、えー、非常に下げ住んできた命令されてただ行うだけじゃないそこにやっぱり自分っていうものはしっかりと 存在している自らの価値観できちんと判断して行動することができるそういうことを我が国では大切にしてきたこれは実はチャイナにおける忠義儒教における忠義の概念と全く違うものですチャイナにおける教の,の概念では忠義というのはとにかく上,の言われに,上に言われた通りにする上の言うことを自分の心の真ん中に置くだから忠なんですよね。それが大切なんだというふうに説かれます。 これに対して日本における忠義というものは「天下万民にととって正しいこと忠」という字一文字でこれで「豆なる心」とと読読みみますす訓読みでね義というのは断ります豆なる心ってどういう心かといえば例えばあの若いカップルの女性がね好きな彼氏のために一生懸命豆々しく尽くしていくなんてあるじゃないですかあるいは好きな彼女のため大好きな彼女のために豆々しくもう自分なりにいろいろプレゼントやったりとかいろいろサービスしたりする。 豆なる心というのは、自分の持っている全部ということです。自分の持っている全部で尽くしていく。それが忠義の忠ということですね。これ、だから豆なる心と言います。義というのは断りです。正しいこと、断りというのは、何かと言えば正しいことです。正しいことのために、自分の持っているすべてを尽くしていくというのが、これが。我が国における忠義の精神です。単に上の言うことを聞くということだけではないということですね。まあ、そういうふうなことが、これが。 ああ我が国では古来常識化されていたし、また歌舞伎なんかでも上演されて、まさに名場面の連続ということで扱われていたということであります。まあ弁慶の肝心帳というね歌舞伎の一つのまあ演目を通じまして、これはまあ実際の歴史にあったこととはま若干違いますけれども、でもそういうものを多くの日本人が愛してきた一般の民衆に至るまで、あの歌舞伎って民衆の文化ですから。 一般の民衆に至るまでそういう物語を愛してきたということはこれはやっぱり日本人として自慢できることなんじゃないかなというふうに思いますが皆さんはいかが思いでしょうか日本をかっこよく結び大学でございました